JOEUFM FC 今治応援番組、行こう夢スタ、頑張れ FC 今治。全力で駆け抜けてゆくんだ。 J3 で戦う FC 今治を応援する番組、行こう夢スタ、頑張れ FC 今治。この番組は FM 愛媛と FM ラジオバリバリの共同制作でお送りしています。この番組はイオンモール今治新都市の提供でお送りします。イオンモール今治新都市からのお知らせです。 FC 今治でお得と題し、当日の試合チケット、もしくは2022シーズンパス、またはセーラーズカードのご提示でお得なサービスを実施中。各専門店ではレジにて 5% オフなど特典満載です。ぜひイオンモール今治新都市へ。イオンモール。それでは FC 今治の最新情報を FM ラジオバリバリパーソナリティの奈々さんと FC 今治スタッフの本田さんが伝えてくれます。はい、FC 今治スタッフの本田です。よろしくお願いします。はい、本田さん、お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう早速 FC 今治の試合結果から報告をしていただきたいと思います。はい、明治安田生命 J3 リーグ第28節、10月8日土曜日に行われました、SC 相模原戦です。結果は、2対0で勝利です。勝利しました。勝ちでした。よかった2対、しかも0、0です。2対0でございます。はい、無失点です。これも大事ですからね。はい、相模原に勝ちました。前半少し押される部分もあったんですけれども、得点してからは、こっちのらの波に乗って、2点取ることができました。そうなんです。はい、さて、FC 今治はですね、これで今季最多タイの連勝を伸ばしまして4連勝ですね。はい、4連勝です。そうなんです。もうこれからも勝つしかないんで。はい、さあ、そのね、試合振り返ってみましょう。まずはですね、まあ、前半は相模原が、まあ、やっぱりこう、圧力ありましたんで、まあ、そこにね、対応ということにはなったんですけれども、29分、フリーキックから、はい、照山選手が、はい、シュートを打とうとしたところをキーパーが、跳ね返して、そこを千葉選手がポーンとゴールを決めました。押し込みましたね。はい、またこれ千葉選手3試合連続のゴールになりました。そうですね、もうなんか千葉選手のところにボールが行くと、なんかどんなボールでももうゴール決めてくれるんじゃないかなみたいな感じになってきてるような印象もありますけれども。そうですね、千葉選手のゴールがありまして、これで前半1対0、はい、そして後半にも得点がありました。はい、後半62分、コーナーキックをから、中川選手が、はい、決めました。これもね、中川選手のところにこうボールが来ました。それにかなり素早く対応っていう形で反応しましたよね。あれもすごかったですよね。本当に押し込むっていう。本当に本当に。もう一瞬なんだけど、はい、もう来た瞬間にもうそのタイミングで足がバーンって振り抜かれて、それが見事にゴールネットに突き刺さるっていう感じの1点だったんじゃないかなと思います。中川選手のゴールは久しぶりのゴールになります。今までこう絡むシーンはたくさんあったんですけれども。そうですね、6試合ぶりのゴールになりましたし、やっと2桁得点で、そういうことですね、本人もほっとしていますとコメントしてました。はい、それとあともう一つ、この試合が J 通算100試合目、そういうことですね。はい、いや、100試合出場の日に10ゴール目を決めるって、なんか、はい、もう決めるときにきちんと決められるというか、素晴らしいですね。はい、さあ、ということでその、得点が追加され2対0で勝利をいたしました。はい、もう一回おめでとう。パチパチパチ、勝ちました。4連勝です。で、順位が、はい、現在は6位になります。6位ということになっております。なかなか上とね。そうですね、まあでもやっぱりこう勝ち続けることでしっかり後ろにはついてますから、はい、これをもうしっかりと今後やっていくしかないわけですよね。そうですね、もう選手たちも一喜一憂せずに自分たちができることをすると言って、はい、勝ちますということで頑張ってますので、はい、現在勝ち点が53の、6位 FC 今治で、順位1個
上に、まあ、5位にカターレ富山、ここが54、もう一個上4位に松本山雅、ここも54、はい、そしてその上の順位も見ると藤枝前 FC 58、3位、はい、ここがもう、58になってるんだけれども、鹿児島がまあ59、はい、まあ、相変わらずいわき FC は63ということになっていて、はい、FC 今治とは10、まあ、差があるわけなんですけれども、本当にこうまだまだ分かりません、はい、FC 今治は今後もしっかりと上に上に上がっていくしかないという感じになっているのではないかと思います。で、残り試合があと6試合ですね、はい、ということになってまいりました。さあ、そしてパブリックビューイングで応援をしていただけた皆さんたちもたくさんいらっしゃったのではないかと思いますが、約400名ほどの、ファンサポーターの方がドンドビー芝地広場の方に駆けつけてくださいました。はい、はい、そうなんですよ、パブリックビューイング、これも久しぶりの開催でしたもんね。3年ぶりの開催になって、うんうんで、うん、J リーグになってからは初めての開催になってます。なるほど、そういうことで駆けつけていただきまして、そこで、一緒に応援をしてくれたその後押しも届いてると思いますよ。はい、見事な、まあ、勝ち点3ということでした。で、実はですね、今後もパブリックビューイングを開催するということが発表されてますね。そうですね、次の YS 横浜戦と最終節の、八戸戦の2試合はパブリックビューイング行う予定ですので、ぜひ皆さんそちらにも足を運んでいただければと思います。このパブリックビューイング会場の方にどんどん芝っち広場にお越しください。なおですね、10月30日の富山戦に関してはパブリックビューイングの開催がないと、はい、いうことなので、そこはね、あらかじめご了承いただければと思います。さあ、そして次の試合ちょっと確認しましょうかね。次が10月の15、今度も土曜日、アウェイですね。はい、アウェイ YSCC 横浜さんとの試合になってます。13時キックオフ、はいはい、こちらもダゾーンか、またはね、パブリックビューイングで、皆さん応援よろしくお願いいたします。お願いします、はい、でその次10月23日日曜日が、ユメスタ、はい、ユメスタでのです。で、これが対戦相手が松本山賀さんですね。松本山賀となっております。大事な大事な、まあ、もうどの試合も大事なんだけど、はい、山賀戦が来ますね。30節、はい、もう本当に残り試合と6試合という中で、その後は富山、その後が藤枝さんですね、はい、という感じで続いていきますので、皆さんしっかりと、応援後押しよろしくお願いいたします。さあ、今日はね、久しぶりに本田さんに情報を届けていただきましたけれども、本田さん、ラジオ聴きのリスナーに向けて一言メッセージをお願いします。残り6試合になってます、チームは1試合も負けられないと思って頑張っていますので、皆さんの、後押しが、選手の力にもなると思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。その他 FC 今治に関する最新情報は FC 今治のホームページをご覧ください。FC 今治応援番組、行こう夢スタ、頑張れ FC 今治。この番組はイオンモール今治新都市の提供でお送りしました。君。